はいどうもこんにちはぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で今回なんですけども動画のね試合を乗っけるのではなく明日新環境が来ると思うのでまあそちらに対してのね、ティア表を更新していこうかなというふうに思います。今ここに表示しているのは現環境のティア表を表示させていただいております。まずまあティアゴッドですね、ここはゴッドゴクになってます。でこのティア A というふうに書いてあるところなんですけどもまあこれ17号とあとは青ベジータ、ビルス、ザマス、セル、フリーザというふうに置かせてもらってます。まあこれなんで置いたかというとまあ優勝したことのある実績のある、デッキになっております。はい、あとそしたらゴクブラかな、ゴクブラも優勝した実績があるところになっているかなというところですね。はい、で D のところなんですけどももうこの DCG の方でもなかなか見ない、見たら珍しいなというふうな、カードたちかなというところですね。まあ実際ね、ここの A のところなんですけど私なりにここのティアを動かすとしたらまあこうかなというところがあります。はい、正直、実際ねこの連動にもよると思うんですけどもまあザマスは戦いやすくてビルスも戦いやすいかなというふうな正直な印象でまあここの B のあるところはかなりプレイング要素が、高くなってくるのかなっていうところがあるのでまあ難しい印象を持っております。はい、まあそんなこんなでね、現環境のことをちらほら話しても、意味がないのでまあこれから新環境このティアがね、どのぐらい変わっていくのかっていうところ推測できればなというふうに思っております。はい、それではね、まっさらにしていきます。はい、すいません、まっさらにしようと思ったんですけどまっさらにできなかったのでまあこれは、ちょっと S にしましょうか。うん、はい、それではね新環境のティア表を作っていこうかなというふうに思います。で、15種類今リーダーいると思うんですけどもこの15種類をね、紹介するとすごく尺が取られてしまって、めちゃくちゃ長い動画になってしまうのでまあ、6リーダーぐらいかなを紹介できればいいかなというふうに思います。まあ推測ですかね、できればなというふうに思います。で、まあ、まずはじめになんですけども、もう、一番下のティアのデッキはね、デッキというかリーダーはもう決めようかなというふうに思っております。まあ、今回のね、規制に対してなんですけども、多分赤だけだと思うんですよ。で、他の色は規制は入らないのかなというふうに、推測はしてるんですけども、まあ、赤だけ、もし来てしまった場合、赤のリーダーは、ほとんど新環境、もう姿現せないんじゃないかなというふうにも思います。まあ規制の内容にもよると思うんですけどもまあケフラーの弱体化とか枚数の規制、片鱗の規制とかですかね。まあそういったところをされてしまうとやはりそのゴッド悟空の強いところって横展開をしながらまあリソースも減らさずに、除去能力もあって2万5000の火力もあってというふうなところでねもう全部持っているというふうな、出来だったと思うんですけどもまあケフラがもう枚数制限、禁止などに入ってしまったらもうそういったことができなくなってしまうのでめちゃくちゃ弱くなんじゃないかなというところですね。はい、まあなのでまあ今回はもう赤全般をティアをね、最下位にさせてもらいました。はい、それではね他のティアをね、埋めていこうかなというふうに思います。まあね全部一気に一個一個紹介するんじゃなくてもう最初から埋めていこうと思います。それでは場面を切り替えます。はい、こちらがですね、新環境になった時のティア表になっております。まああくまでもねプンプンが、予想したティア表なので、まあ皆さんのね、ご意見聞ければなというふうには思うんですけども、S にはセル、ゴハン、A にはブロリー17号、B にはキベジ、フリーザ、トランクス、C にはブラック悟空、ゴクブラ、ベジ、青ベジ、覚醒ザマス、D には赤リーダーに加えてギニューとクーラーになっております。でですね、なんでこんなティア表にしたかというとですね、またちょっと現環境の話をしてしまうんですけども、まあ、ゴッド悟空が今1位に君臨していると思うんですよね。まあその理由としては、アグロ性能を持ちつつ、リソースも減らさず、
パワーもメタンコ強いというようなところで、全部を持っているから強いよね。また一試合に対してですね、まあフュージョンワールドって多分一試合長いと思うんですけども、ゴッド悟空の場合だと多分めちゃくちゃ短いと思うんですよ。なので試合効率もいいよねってところで、まあ評価されているリーダーだと思っております。でそういったまあゴッド悟空をコントロールしたいよねっていうところで、この青ベジータ青ですね、まあ青リーダーが結構活躍している現環境かなというところですね。まあなんで青リーダーが現環境強いかというと、まあ大釜とか、あとはゼンちゃんとかで一掃することもできますし、まあ序盤はパワー1万の、コンボカードがあるので、それで、耐えてって後半巻き返すみたいな、まあコントロール寄りの、デッキになっていると思います。まあそういったところがね評価されて、赤とも戦えるというふうなところにはなっていると思います。ただですね、まあ全環境ですね、第1弾環境でもご飯がまあ一番ご飯が強くて、TRSの状態にはいたと思うんですけども、こいつの弱点として弱いところが、まあフリーザだったと思います。早い試合に対しては緑かなり、苦手になってくるんですよね。なのでまあ今で言うと、このゴッド悟空がいる中、もう超展開超攻撃型、まあ超アグロの環境では緑がなかなか息をしていなかった。ただ今回の規制で赤がね、相当規制されるだろうというふうに予測されるので、まあそこで巻き返してくるのはもう緑ですよね。なのでもう緑の時代が来るんじゃないかなというふうに思っております。でまあそういったところで、緑がじゃあ強くなってしまうと何が弱くなるかというと、青が弱くなってしまうんですよね。まあこれ自分も今の現環境で青の、ベジータとかゴクブラとか覚醒ザマスとかを使っていた時に、たまにですねセルと当たる時があるんですよ。まあセルには勝てないなっていうところがありました。ただですね、今の青デッキというと、まあこのゴッド悟空を見ているので、まあ大釜を入れていたり、まあコントロール寄りのねカードをたくさん入れているっていう風な印象があるので、まあそこに対してね火力を上乗せすることができない、まあエクストレで他のね覚醒のカードを入れられないっていう風な現状があるから、もしかすると緑に弱いというところもあるかもしれないので、まあそれはね新環境になってみないとちょっと青の評価は正直わからないなというところです。ただまあこの青の中でも、まあ自分はねちょっと使えないんですけども、トランクスは強いんじゃないかなというふうに、思っております。まあなのでトランクスの位置は他の青のリーダーよりかはちょっとワンランクティアを上げているというところになっております。でまあ順を追っても今説明しちゃってるんですけども、 B にいるね、トランクス以外のまあリーダーですね、フリーザとベジータ、正直ねキベジについては、私使っていないのでちょっと評価が分かってはいないです。まあ相手にしてもそこまで強いなという風な印象は、思ってはおりません。キベジなのでもしかすると C でもいいのかなという風には思ってるんですけども、ただ黄色なので、まあ義乳型の、キベジで使っても面白いのかなっていうところもあるので、まあ今回は B に、置かせてもらってます。でまあフリーザを B にしている理由なんですけども、やはり今 S で置いているセル、ご飯を見るならもうフリーザしかいなくなってしまうと思うんですよね。まあまたこの黄色のアグロ自体が来るのかなと。今だったらフリーザかなりコントロール寄りにもこいつ寄せているかなっていうところがあるんですけども、まあまたギニューのギニュー、リクームとかのね、デッキになってくるのかなというふうに思っております。まあ実際はね、黄色ぐらいが緑を太刀打ちできるのかなとしか思えていないので、まあ今回、この太刀打ちにさせてもらってます。もしかするとね、この B のフリーザは A の方にも入ってくるかもしれません。ただ、ちょっと今回は B に控えめにさせてもらってます。で、A なんですけども、ここからも緑ですね。緑しかいないんですけども、ブロリーと17号。まあ、17号に関しては、4コスの35号ですね。新しく加わったっていうところがあって、
マナーブーストしながら横展開も簡単にできていくっていうところもあるので、かなりね、強いのかなというところではあります。まあ、もしかすると、17号は、その戦い方によってはめちゃくちゃ化けるようなリーダーじゃないかなというふうには思っているので、伸びしろをね、期待して A に置かさせてもらっております。で、続いてブロリーなんですけども、まあ、ブロリーも全環境で言うと、ほとんどティアが、トップの方にはいたと思うんですけども、まあ、どうなんですかね。ライフ3に、した後、ライフ回復にして耐久型にされると、まあめんどくさいなっていうところはあるんですけども、まあ実際そのティア S でいるご飯とか、まあセルはどうだろうっていうところはあるんですけども、まあご飯が S に上がってくるなら、まあブロリーはかなり厳しいですよね。全環境でもまあブロリーを打てるのはご飯だっていうところもあったので、まあそういったところでティアを A に避けさせてもらっているというところになっております。まあ A のところなんですけども、まあブロリーはね、全環境でも使っていたっていうところはあるんですが、17号は、カジュアルのファンデッキの時にちょっと使用したっていうところなので、まあこれからね、17号の連動を上げていこうかなというふうに思っています。はい、最後になるんですけども、ティア S の方を紹介させてもらいます。セールとご飯になります。まあご飯に関してなんですけども、現環境一度も私は触ったことはありません。で、相手ですね、敵として、対面することはあったんですけども、まあその際にもね、触ってみようかなっていうふうには、特に思わなかったリーダーではあります。まあただですね、規制が入って、まあアグロ型がね、なくなるかなっていうところがあるので、まあその新環境はご飯は、トップティアにまた食い込んでくるのかなというふうに思ってこの位置にさせてもらってます。ただですね、現環境でも強いなっていうふうな思ったカードがあって、それはサンコスの悟空です。まあここら辺に画像あると思うんですけども、まあ自分のリーダーがねご飯の場合だと、相手のコスト5以下のバトルカードを1枚までを選び、レストでエナジーにする。その後このカードをレストでエナジーにするというふうな効果なんですけども、これこいつ自体をアタックしてエナジーにすることができるんですよね。ゴーアみたいな使い方ができる。で、また、これ、相手のコスト5以下のバトルカードを選びっていうやつなんですけども、相手の5コストのカードを選ばなくても、3コスのこの悟空自体をエナジーに置くことは可能になってくるので、まあ、そこも強いなっていうところですね。臨機応変に使えるというところです。はい。まあ、なので、まあ、こういった悟空とかもね、入って、かなり、バランスが良く、マナブーストできて後半の、展開に持っていけるようになってくるのかなというふうに思っております。かなり期待はしております。で、最後になるんですけども、セルになっております。実装される前はね、まあそこまで強くないのかなっていうふうには思いました。で、実際ね触ってみると結構奥が深い、リーダーではあって、実装される前のね評価を覆すようなコントロール力というのね、味わったので、かなりね、次の環境でもめちゃくちゃ期待しております。先ほども話したと思うんですけども、まあ、アグロ環境からコントロール環境に多分移行していくと思うので、まあ、その中で、セルがしっかりと戦えるのかっていうところをね、ちょっと注目したいなというふうに思います。まあ、緑だらけの環境にはなると思うんですけども、まあ、この緑だらけの環境の中で、どういったバリューがあるのかっていうところを期待して回していければなというふうに思っております。はい、今回の動画はね、こんな感じで終わろうと思います。まあ、新環境明日から始まるというふうなところではあるんですけども、まあ、皆さんのね、意見など、私はこれがティア高いんじゃないですか、まあ、この色の環境になるんじゃないですか、みたいなね、意見なども書いていただければ、動画の参考にもなりますので、もしよかったら、記載していただければな、というふうに思います。いつも応援ありがとうございます。それでは、また新環境で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。